皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、科学技術が進歩して、脳科学における超能力の開発が進む未来について考えていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。未来の科学技術の進歩によって、脳科学における超能力の開発が進む可能性があります。以下に想像される未来のシナリオの一例を挙げてみますが、これらは予測や仮説に基づいたものであり、確実なものではありません。1. 脳コンピューターインターフェースの発展。脳とコンピューターの間の直接的な通信手段を提供する技術です。近年の科学技術の進歩により PCI の開発は活発に行われており、将来的には私たちの生活や能力に革命をもたらす可能性があります。 PCI の進展により、私たちは自らの脳の信号を解読し、コンピューターシステムや外部デバイスを直接制御することができるようになるでしょう。脳から発せられる電気的な活動や神経信号は PCI によって検出され、解析されます。その後、解析結果はコンピューターシステムに送られ、指示やコマンドとして処理されます。これにより、例えば思考だけで機器を制御したり、テキストを入力したり、仮想空間で物体を移動させたりすることが可能になるでしょう。脳からの信号を解読することで、身体的な制約や障害を持つ人にとっては、日常生活の向上や社会参加の拡大につながる可能性があります。また、PCI の発展により、脳内情報の解読も進むでしょう。脳の神経回路の活動やパターンを解析することで、思考や感情、視覚的イメージなどの脳内活動を可視化したり、再現したりすることが可能になるかもしれません。つまり、私たちは自身の脳内で何が起こっているのかをより深く理解し、他人とのコミュニケーションや情報共有の新たな方法を開発することができるでしょう。2. 脳内情報の解読。脳内情報の解読は、脳の神経回路の活動やパターンを解析することで、脳の内部で何が起こっているのかを理解することを目指す研究分野です。近年の科学技術の進歩により、脳内情報の解読に関する研究は活発に行われており、将来的には私たちの脳活動を可視化し、再現することが可能になるかもしれません。脳は数十億もの神経細胞が相互に結びついて複雑なネットワークを形成しています。これらの神経回路の活動は電気信号として現れます。脳内情報の解読では、この電気信号を計測解析し、特定の活動パターンや情報の流れを理解することを試みます。一つのアプローチとしては、脳内に電極を挿入する方法があります。深部脳刺激 EBS や脳内レコーディングといった技術を使用して、脳内の特定の領域からの神経信号を計測します。これにより、脳内での活動パターンを捉えることが可能になります。さらに、機械学習やパターン認識アルゴリズムを活用して、特定の信号パターンがどのような意味を持つのかを解析しようとします。また非侵襲的な手法も研究されています。例えば脳波や脳地図を用いて頭皮上から脳の電気的な活動を計測する方法です。これらの手法では脳の表面的な活動を測定するため、より広範な脳活動の情報を取得することができます。しかし頭皮からの計測では、脳内の特定の領域や細かな活動パターンまでは解読することは難しい場合もあります。脳内情報の解読の目的は、脳活動と特定の行動や認知プロセスとの関連性を明らかにすることです。例えば、特定の視覚的刺激を与えた場合に、脳内でどのような活動が起こるのかを解析することで、視覚情報の処理メカニズムを理解することができます。さらに、脳内情報の解読の成果は、脳疾患や障害の診断や治療にも役立つ可能性があります。3. 脳の改変と強化。脳の改変と強化は、脳の回路や神経結合を変化させることで、認知機能の向上や情報処理能力の拡張、記憶の強化などを目指す技術です。近年の科学技術の進歩により、脳への介入技術の研究が進められており、将来的には
私たちの脳の機能を向上させることが可能になるかもしれません。一つのアプローチは非侵襲的な方法を用いた脳刺激です。例えば脳地図や脳波を活用して脳への磁気刺激や電気刺激を与えることで脳の活動パターンを変化させる試みが行われています。これにより認知能力や学習能力の改善、注意力の向上、記憶力の増強などが期待されています。また脳内の神経回路を直接操作する手法も研究されています。光遺伝学的手法を用いて特定の神経細胞を光で刺激することで脳の特定の機能を制御したり活性化したりする試みが行われています。これにより特定の認知プロセスや行動の向上が可能になるかもしれません。脳の改変と強化に関連するもう一つのアプローチは薬物や化学物質を使用することです。脳内の神経伝達物質のバランスを変えることで脳の機能やパフォーマンスを改善することが試みられています。例えば記憶力や学習能力を向上させるための薬物や集中力や創造性を高めるためのサプリメントなどが研究されています。さらに脳の複雑な機能の理解や変容にはまだ多くの未解明な要素があります。脳は非常に複雑なシステムであり一つの機能や回路の変化が他の機能に与える影響や副作用を予測することは難しい場合もあります。脳の改変と強化の研究はまだ初期段階にあり多くの研究や倫理的な議論が必要です。将来的にはより安全かつ効果的な手法が開発され脳の機能を向上させることができるかもしれません。しかし人間の脳の複雑さと倫理的な問題には慎重に取り組む必要があります。 4. 脳と脳の接続。脳と脳の間で直接的な情報や感覚の共有が可能になる技術が開発されるかもしれません。例えば脳の活動を共有し思考や感情を他の人と直接共有できるようになる可能性があります。以上は一部の可能性であり実現性や倫理的な考慮事項には多くの課題が残っています。脳科学の分野は非常に複雑であり超能力の開発に関しては現在の科学的知見からは想像を超えたものです。しかし技術の進歩と研究の推進により脳科学と超能力に関する新たな発見や可能性が開かれるかもしれません。皆さん今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか。私たちのチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045を応援していただければ幸いです。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。